はい、こんにちは、レトスノーノです。8月27日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強とは自分の無知を徐々に発見していくこと。これはアメリカの哲学者の言葉です。この時期になって模試で10点台20点台だと諦めたくなってきますよね。でも違う視点に立ってみれば、解けない問題を発見できたという見方もできます。さらにこの解けない問題を解けるように復習すれば、その分実力も上がるわけですよね。つまり解けない問題を発見する、そして解けない問題を解けるように復習する、この2つが勉強なんですよ。弊社の個別指導の受講者様でもこの時期に点数が上がらない方はいました。そして気持ちも折れて勉強が手につかなくなってしまいました。しかしメールのやり取りをする中で気持ちを持ち直して、最後の試験の前日まで勉強を続けていただきました。そして合格していただきました。諦めないことが重要です。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 A は B に対して人の生命または身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、 B は A に対して貸金債権を有する場合、 B は貸金債権を自動債権として相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、相殺することできませんので×ですね。この問題を苦手とする人、多いんですけれども、理解すれば簡単です。人の生命または身体に危害を加えた加害者から相殺することはできません。もうこの事実だけ覚えておけば解けちゃいます。で、これ許すとどうなるのか。本問では B は A に対して貸金債権を有しています。つまりお金を貸した方が B さんで、お金を借りた方が A さんなんですね。で、もし加害者から相殺できるというルールがあったらどうなるか。この場合、貸主 B が A に対してお金を返さないならぶん殴ってチャラにしてやるよと言って殴ってしまうことができちゃうんですよね。そうすることで被害者A さんは損害賠償請求権を得ることができるんですけども、 B の有する貸金債権を持って相殺することができちゃうんですよね。で、そうなってくると世の中もうおかしくなりますよね。暴力が溢れてしまって、社会秩序が乱れてしまいます。だからこれができないようにするために、加害者からは相殺できないというふうなルールにしてるんですね。つまり本問の場合 B が加害者です。よって加害者 B からは相殺することはできません。ちなみに問題文で言うと A が損害賠償請求権を持っているということなので、 A が被害者が損害賠償請求権を持ちますよね。逆に B が加害者ということがわかります。このルールっていうのは被害者を救済するために、きちっとお金を払うようにするためのものです。理解すれば簡単です。個別指導ではこんな感じの解説を行っております。具体例使ったりとかしていくと非常にわかりやすいですね。考え方をしっかり理解しておきましょう。で、問いですね。 A が転売目的で反復継続して、宅地を購入する場合でも、売り主が国その他宅地建物取引業の適用がないものに限られているときは、 A は免許を受ける必要がない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。 A は免許を受ける必要があります。で、 A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回国とかその他宅建業の適用がないものから、地方公共団体とかなんですけども、そういったものから購入する、つまり国地方公共団体って限られていたとしても、たくさんいるわけですよ。地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。従って、宅地建物取引業を行うっていうことになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。国自身ですね。あと地方公共団体自身も宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。
なので宅建業を行う場合は免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この一点っていうのは重要なんですよね。ここで引っかかっていって失点する方っていうのは、引っかけ問題でもう3点4点も失点するんですよ。で、そうなってくると大体不合格なんですね。で、引っかけ問題に引っかからないためにも、考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いや、そういったところを個別指導ではお伝えをしております。で、問い3ですね。農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後返済が滞ったため、当該抵当権に基づき競売が行われ、第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法3条または5条の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。答えはこれ、丸ですね。競売によって農地を取得する場合も例外じゃないんですよ。競売により農地を取得する場合、3条許可または5条許可が必要です。まあ、この違いっていうのは、まあ、3条は農地を転用しない場合ですね。つまり、この農地を取得する者がそのまま農地として使う場合は3条許可が必要で、5条許可の場合は農地を別の、農地以外のものに転用する場合、例えば住宅を建てたいとはね、そういった場合は5条許可が必要になってきます。で、なぜ競売によって農地を取得する場合に許可が必要なのか。こういった理由を知っているのと知らないのとでは、実力が天と地ほど変わってくるんですね。理解をしていると忘れにくくなります。応用問題にも対応できるようになります。しかし、ほとんどの不合格者が、このような理由を考えずにそのまま覚えてしまってるんですね。で、結果として応用問題は解けないですし、すぐ忘れてしまいますし、結局合格点が取れないということになります。まあ、そうならないために理解学習を行っていただければと思ってます。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。